迎えた第2ヒートも第1ヒートと同様のグリッドに各社整列。この日2度目のスーパーバイクのスタートを迎える。スーパーバイク第2ヒートスタート。周回は15周。ポールショットを奪ったのは青木拓磨、続いて竹内、森脇の荒井修也が3位。その後ろには北川、藤原、柳川と続き、1コーナーではビートの井筒が早くもコースアウト。ポールポジションの吉川はまたしても出遅れ、中団グループからの追い上げを強いられる。2周目の2コーナーではドゥカティの羽賀紀之を含む3台が転倒。波乱の幕開けとなった第2ヒートは序盤から激しいトップ争いとなる。藤原は2周目には北川と新井を立て続けにかわし3位。試験では竹内が青木をかわしトップに立つ。3周目の2コーナーで新井をかわしトップ3台を追撃する。第1ヒートはオープニングラップの試験で転倒、早々のリタイアを喫した藤原は第2ヒートではその雪辱に燃える。3周目の 130R で青木をパス、続く4周目の S 字では竹石をかわしトップに立つ。さらに5周目のバックストレッチでは青木が竹石をかわし2位。トップ4台は藤原、青木、竹石が11秒台、北川が12秒台でやや離されていく。レース中盤7周目、 S 字に差し掛かったトップ争いの前に周回遅れが出現。これをかわした藤原に青木が接触。藤原はスポンジバリアまで飛ばされ痛恨の転倒。これで藤原は鈴鹿の2ヒートを転倒で棒に振ってしまう。この混乱でトップに立ったのは竹石、北川も再びペースアップ。トップ争いは竹石と青木のバトルに北川が食い下がる展開となる。驚くべきはスタートで出遅れた吉川。16位でオープニングラップを終えた吉川は2分11秒台を連発。周回ごとにポジションを挽回。10周目にはトップグループの後方を6秒まで迫るが追撃もここまで。トップ争いは完全に3台に絞られ、レースは終盤を迎える。12周目、再び11秒台にペースを上げた青木は竹石をパス、またもトップを奪い返し、このままのオーダーでレースはファイナルラップを迎える。今季まだ優勝のない竹石は最後まで諦めない。3台はテールトゥーノーズのまま最後の試験員へ。最後の可能性にかけた竹石であるがオーバースピードでコースアウト。なんとか転倒は免れるが青木と北川の先行を許してしまう。ホンダ RC45 青木拓磨今季4勝目、北川は第1ヒート同様2位。最後の試験員で勝負をかけた竹石は悔しい3位、森脇の荒井修也が6位と健闘を見せた。そうですね、2回目はもう本当に自分の走りに、ね、専念しようかっていう感じで走ってたんでね、まあ、結果的にはそれが良かったと思います。まあ、あのまま2位で無難にゴールもできたんですけど、まあ、自分でそれもどうしても許せなかったんで、もうダメ元で行ったんですけど。第1ヒート3位、第2ヒート優勝の青木拓磨が総合優勝。トップ吉川との差をわずかに縮める。依然混戦が続くスーパーバイク。次なる舞台は全日本初開催の TI サーキット。間1994年全日本ロードレースシリーズは残すところあと3戦。